よう、サイコ。飲み始めたところか？ええ。けど、ちょっと困ったことがあって、あんまり気持ちよく酔えてない感じなんです。どうした？何を困ってるんだ？前に何回か話した恋バナですよ。経営コンサルの社長から猛アプローチが来てるやつ。あれか。相変わらず結婚をちらつかせてきてるのか。そうなんですよね。モテる女はのんびりしてる暇もねえってか。キャバクラの客として遊びに来てるっていうより、結構本気で私にグイグイ来るんです。他の若いキャストの子には目もくれずに。向こうはパッと見プレイボーイで金もあって事業もうまくいってるみたいだし、そんな私だけにこだわらなくても良さそうなのに。何か向こうに別の魂胆があったりはしねえのか？一応私人並みに貯金はあるけど、相手の方がよっぽど景気はいいですしね。お金目当てじゃないとすれば、私の美貌と人間的魅力、知的な振る舞い以外に彼を引きつけた理由に心当たりはないかな。なるほどな。そんだけありゃ疑いはなさそうだ。要するに向こうがお前に惚れたってだけの話じゃねえか。とはいえ、本当に私は今結婚を考えてなくて、お店はまだまだ小さいけど、やっぱりオーナーとして経営するの楽しいし。で、向こうには結婚とか考えてないよって伝えてもいます。なのにそれでも私にアプローチしてくるのってどういうつもりなんでしょう。やっぱり何か相手に魂胆があると考えた方がいいんですかね。ちょっと気味が悪いかも。お前は少し恋に臆病になってねえか？どうだろう。自分ではそんな風に考えてなかったけど、確かにもう無邪気な恋って自分にはできなさそう。良くも悪くもキャバのお客さんと話してて、男をたくさん見すぎちゃった気がするから。そりゃ女にデレデレしてくるのが多かったろ。確かに男ってのを一括りにしちまう気持ちもわかる。だが中には打算なく女を愛せる男もいるはずだ。まあお前のそのお相手がどうかは知らねえがな。彼はそうですね、経営コンサルの創業者なんですけど、別の会社の社長の御曹司でもあるんです。そういう意味じゃ身元の保証は折り紙付き。裕福な割にあまり親に頼らないようにして、ちゃんと苦労も重ねてきたみたいだったかな。お前自身も案外その男のことを買ってるんだな。人生で苦労を重ねてきている人は話しててやっぱりわかりますからね。彼はその点ただのボンボンと違ってるし、真面目一辺倒でなく遊びもそれなりに覚えてきた。そういう人頼もしいとは思いますよ。バラの花束はもうたくさんだけど。そういやこれは俺の勝手なイメージだが、春日もバラ攻撃はやりかねねえよな。そうやって空回りしちゃって肝心なとこを抑えてなかったりするのが目に浮かびますね。少なくともあいつならもし魂胆や打算があっても丸見えで警戒はしなくて済む。悪いやつじゃねえよな。
何です？なんだか桐生さん、私に一番のことを売り込んでいる人みたい。もしかして何か聞きました？一番が私をデートに誘ってきたこととか。お前の口から話を聞かせてくれ。春日や難波から小耳には挟んでる。あんまりはっきりとは聞いてないってことか。ハワイにいる間は何かと忙しかったんだ。他に急いでやらなきゃならねえこともあった。今はこうして一息ついて飲むこともできている。はい、ですね。デートの時に何かあったみたいだな。あいつもね、私にプロポーズしてきたんです。それも初めてのデートの時に。初デートでプロポーズか。あいつらしい。だがうまくいかなかったわけか。最近しばらく話もしてねえってことは。ええ、一番からは結婚したらどうなる、こうなる、ああなりたいって、なんというかむき出しの打算を見せられて。あいつが不器用なのは分かってるからいいんだけど、私に言わせると聞きたかったのはそれじゃなかったんだよなって。いきなりプロポーズされたこと自体は良かったのか。まあお互いそれなりに付き合いは長いし、一番の方は自分の気持ちはずっと変わらないって思い詰めたんだろうし。全く脈がなかったわけでもないんだな。そうですね、素直に言えばちょっと胸がときめいたし、あの時は多分一番と同じくらい聞いてるこっちも緊張してたと思うんです。そうか、今話を聞いてる俺の方までなんだか緊張してくるぜ。本当ですね、全くです。って、あーもうやめやめ。せっかく桐生さんと飲んでるのにまた一番の話になっちゃったじゃないですか。そういやそうだ。桐生さんの方こそ浮いた話とかないんですか。これでもしばらく前から俺は病人なんでな。もちろん昔はそれなりにあった。興味ありますよ。時代は随分遡る。俺は養護施設に預けられてて、彼女もそこに後から入ってきた。一目見たその時から特別な何かがあって、まだガキだった俺は無邪気に舞い上がっていたと思う。だが。だが？この話をするには1日2日じゃ終わらねえ。そして俺はもうなんだか眠くなってきて。うわ、ちょっとそれ何ですか？ずるくありません？いつかコンディションが整った日にたっぷり時間をかけて話すさ。もうそれいつですか？そこまで言うならちゃんと予定入れますよ。無茶言うな。この年になるといつ体調が万全かなんて分かりゃしねえんだ。もう言い訳が姑息。なんとでも言え。We're breaking the law, breaking the world code.
It's a tenderness for breaking the rules.